たくまゆかりごはんチャンネルのゆかりです。今回はレンジで作る生姜焼きのレシピをご紹介します。これはですね、甘辛のタレが美味しくって、そのタレだけでご飯が進みます。豚肉にまぶす片栗粉、玉ねぎをのせるタイミング、そして仕上げのある調味料で、レンジで作ったとは思えない美味しい生姜焼き作れます。それでは作っていきます。材料はこちらです。玉ねぎはくし切りにします。まず芯を切り落とします。切り落としたら手で押さえて8等分のくし切りにします。太いところが 1.5 センチ幅ぐらいに切ると豚肉と一緒に食べた時にバランスがいいです。今回は8等分にしたんですけど、小さめの玉ねぎ使う場合でしたら6等分で OK です。大きさを見て調整してください。生姜は皮を剥いてすりおろします。で、皮を剥くときはアルミホイルをくしゃくしゃっとまとめると皮を剥きやすいです。包丁いらずで皮が剥けます。皮をアルミホイルでこすります。そんなに力入れなくてもこするだけでポロポロと皮が剥けていきます。はい、皮が剥けました。皮が剥けたらすりおろします。すりおろしたら大さじ1使用します。豚バラ薄切り肉は7センチ幅ぐらいに切ります。加熱すると縮みますので、縮んだ時にちょうどいいサイズ感になるように大きめに切ります。で、豚バラ薄切り肉選ぶ時は脂身ばっかりじゃないところを選ぶようにします。脂身ばっかりだと仕上がりが脂っぽくなってしまいますので、これぐらい赤身がしっかり入ってるものを選びます。豚バラ肉を切ったらボウルに移します。で、ここに片栗粉、豚肉には片栗粉をまぶすことで調味料が絡みやすくなって美味しく仕上がります。そしてお酒を加えて揉み込みます。お酒を加えることによって香りよく仕上がります。あと豚肉の臭みを気にならなくしてくれます。で、片栗粉とお酒を揉み込むと豚肉がギュッとまとまっちゃうので、手である程度こうやって広げるようにします。その方が加熱した時にギュッてまとまってなくって豚肉が広がった状態で加熱されるので、その方が食感よく仕上がります。豚肉を広げたらこの上に玉ねぎを乗せます。で、これ玉ねぎ入れる時に玉ねぎを混ぜたりとか下に入れたりすると、玉ねぎの火の通りが甘くて生っぽい仕上がりになっちゃうんです。なので、加熱するときは上に乗せるようにします。ボウルに調味料を入れる前に混ぜ合わせます。今醤油とみりんを混ぜました。醤油でうまみ、みりんで香り甘みを加えます。そしてお砂糖、お砂糖はみりんだけではなくお砂糖と合わせると複雑な甘みが加わって美味しく仕上がります。おろし生姜、ギリギリ入った、大きいボウル用意した方が混ぜやすいです。すごいギリギリだけど入ったのでこの中でやっちゃいます。生姜は今回大さじ1入れます。これぐらい入れた方が生姜の香りやパンチが効いて美味しいです。すべて混ぜ合わせたら全体にかけていきます。全体にかけることによってレンジ加熱した時に火が通る時に全体に味が馴染みやすくなります。あとはふんわりとラップをして600ワットのレンジで8分加熱します。8分加熱しました。ラップをオフから、オフから手前に向かって取ったら、ここで最初の材料表記になかったごま油を入れます。仕上げに小さじ1のごま油を入れることによって香ばしい香りが加わって香りよく仕上がるんです。ごま油を入れたら混ぜ合わせます。このとろっとしたこのタレがまた美味しいんです。もうこれだけでご飯食べられます。豚肉も玉ねぎもとろっとろです。この甘辛の味がとろっとろの豚バラと玉ねぎに絡んで美味しいです。これはご飯必須です。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。